講演者の紹介をさせていただきます。次のご講演は、A シップデザイナーで実現するRISC-V プロセッサーの開発と既存 RTL を用いた機能拡張。スピーカーは友野充様です。友野様は日本シノプシス合同会社技術本部ソリューショングループプロセッサーワイヤレス&セキュリティ IP ソリューションズスタッフアプリケーションエンジニアでいらっしゃいます。シノプシスは我々が日々使用しているエレクトロニクス機器やソフトウェア製品を開発する先進企業のパートナーとして、半導体設計からソフトウェア開発に至る領域をカバーするソリューションを提供しています。EDA ソリューション並びに半導体設計資産 IP のグローバルリーディングカンパニーとして長年にわたる実績を持ち、ソフトウェア品質セキュリティソリューションの分野でも業界をリードしています。友野様は奈良先端科学技術大学大学院大学情報科学研究科、博士後期課程を、卒業されました。シノプシスのプロセッサーソリューションのプリセールスアプリケーションエンジニアとして、シノプシス A シップデザイナーツールとアークプロセッサーファミリー、特に AI アプリケーション用のニューラルネットワークプロセッサー製品で6年以上の経験があり、多くの車載及び画像処理をメインとした組み込み機器のお客様と協力し、多くの設計案件を達成されました。プレゼン20分で15分経過したらベルを1回鳴らします。で Q&A 10分ということでお願いいたします。それではお願いします。本日は皆様、お忙しい中本セッションにご参加いただきまして誠にありがとうございます。ちょっとタイトルの方少し変わってるんですけれども、本日ですね、弊社の A シップデザイナーという、これプロセッサーを設計するツールなんですけれども、RISC-V という切り口でですね、ちょっとこのツールに関してご紹介させていただければと思います。はい、まずアジェンダなんですけれども、まずですね、弊社シノプシスのご紹介と、その中のプロセッサー製品のポートフォリオのご説明させていただければと思っております。でそれに続きまして、A シップデザイナーのご紹介、およびですね、そこからより RISC-V というのもの、プロセッサーに開発というところにフォーカスした、A シップをどう使っていくのかというところで、今回ですね、ちょっと今まで何回かこの RISC-V 東京で発表させていただいているんですけれども、ちょっと新しいトピックとしてですね、ツールの連携ですね、弊社いろいろツールがあるんですけれども、そういった弊社の他のツールとうまく連携することで、よりそのお客様の開発の効率を上げていくようなところに関してちょっとご紹介させていただければと思っております。はい、まずですね、弊社シノプスなんですけれども、こちら、売上の比率を推移を表しておりまして、おかげさまで順調に売上の方は伸びているような状況でございます。従業員がですね、今もう1万6000人超えてきておりまして、今日本には、東京と大阪に拠点を構えており、300名程度の人間がですね、お客様のサポートというところ、あと一部、R&D の開発といったところも、になっております。もともとですね、皆さんよくご存知だかと思うんですけれども、この EDA、デザインコンパイラーをはじめとした EDA 分野で、非常に実績があるというところと、近年ですね、近年といってももうかなりもうここ10年ぐらいの、10年、20年とかなるんですけれども、やはり IP というところに非常に力を入れておりまして、特にインターフェース IP ですね、ここに関しては、かなり広い、ポートフォリオを持っているというところと、シェアも非常に高いというのがございます。でまた近年ですね、こういったインターフェースの IP だけではなくて、プロセッサーの IP といったところも非常に注力している分野でございます。またですね、新しい領域として、アプリケーションセキュリティですね、
またはそのソフトウェアの脆弱性といったところを、そのより、高めていくと、その直して高めていくというところといった、分野にも、弊社は力を入れているような状況でございます。でこのプロセッサーに関しまして、こちらがですね、弊社 あのプロセッサー製品の、一覧をですね、プロットしたものなんですけれども、縦軸がですね、アプリケーションより特化して、よりその、アプリケーション特化したか、より汎用的かというところですね。でこの、横軸の方が演算処理能力、よりこちらに行くと、Mac 性能とかが上がってくるといったプロットになっております。でベースラインとしてこの ARC の 32bit のリスクプロセッサーですね、こちらがございます。これ、EM というマイクロコントローラーから、HS というよりちょっとハイスピードなコントローラー系というものがございまして、でここからですね、ベクターの拡張した VPX というものがございます。これいわゆるあの画像処理とかに向けた DSP という製品群です。でここからですね、さらによりアプリケーションを特化させて、ニューラルネットワークの処理を効率的に行うための NPX という製品群がございます。はい、であとはちょっとセキュリティ関係ですね、のソリューションもちょっと、こう展開しているというところです。で今日の主題となる、この ASIP デザイナーなんですけれども、こちらはですね、今書いてある通り、EDA ツールとなっています。これはあくまでその設計、プロセッサーを設計するためのツールとなっておりまして、お客様の方でより、ターゲットを決めてですね、こちらのツールを使って、設計していただけるといったようなツールとなっております。でまずここのASIP デザイナーですね、のご紹介に移らせていただければと思います。はい、これですね、ちょっと前回もちょっとお出しさせていただいたんですけれども、ちょっと現代 その、プロセッサーの、ですね、どういった推移をしているかというちょっと示した、この、 パターソン先生、ヘネシー先生ですね、のちょっと有名なの本から取ってきたものなんですけれども、もともと1995年ぐらいですねのあたりでは、プロセス技術ですね、の向上によって、その同じ周波数でもですね、同じで、周波数をこう上げていっても、電力はそれ、同じぐらいに抑えられるといったような形で、非常にその、プロセスの、技術の、恩恵を得られて性能が上がっていたといったところがあります。あとメモリアクセス最適化といったところですね、も含めて、性能をこういうふうに向上していったんですけれども、だんだんこのあたりがプロセスによるその向上が差し入ってきたところで、マルチコアの時代に入ってくると。でマルチコアに入ってくるんですけど、やはりマルチコアといってもそのどうしてもアプリケーションの中の並列化できる部分だけですね、このアムダールの法則に規定されているところではあるんですけれども、その部分のみしか性能は上がってこないので、ちょっとそこも差し入ってきているといったところがあります。でですね、ここの今現時点でそういったマルチコアも差し入ってきた中で、より傾向として動いてきたのはドメインスペシフィックなプロセッサーというところですね。特にそのリスク5というところはやはり拡張して、その拡張をよりアプリケーションに向けることで性能を向上させていくと、そういったドメインスペシフィックのプロセッサーを、このヘテロジーニアスマルチコアですね、SOC に入れ込んでいくと、いったような流れとなっているのが現代の大きな流れだと思います。でこれに対してですね、まさしくこのドメインスペシフィックなプロセッサーを設計するという観点で、あるのが弊社の ASIP デザイナーになるんですけれども、こちらがですね ASIP デザイナーの概要を示したスライドになっています。でですね、ASIP デザイナー、簡単に言うとここに NML というですね、これ弊社の独自 の、 そのアーキテクチャを構造する記述言語になるんですけれども、これをですね、ちょっと書いていただいて、例えばそのパイプラインの動きですね、ですとか、その命令の定義を行います。で、これを入力として ASIP デザイナーの方でビルドをかけると、ここにあるようなですね、シミュレーターからコンパイラーですね、さらにデバッカー、さらには合成可能な RTL とか出てくるようなツールとなっております。で、この ASIP デザイナーなんですけれども、リスク5という観点でいうとですね、ASIP デザイナーを使っているお客様というのは、リスク5の拡張ですね、使っている方が、お客様が多いです。で、拡張というと、例えばそのターゲットの、アプリに固有な命令を追加したりですね、はたまた、場合によってはちょっとここ、リスク5が外れてきてしまうところもあるんですけど、VLIW を入れたような拡張ですとか、というのを、または拡張というところですね、やはり重きを置いて、ASIP デザイナーをご活用いただいているという形になります。で、かつですね、
この ASIC デザイナーというのは、IP ではないので、あくまで設計するツールなので、設計して、出てきた成果物ですね。で、これに関しては、ロイヤリティフリーというのもあります。これは非常に特徴的なところです。で、この ASIC なんですけども、ちょっとですね、その内部のテクノロジーのところを少しご紹介させていただきたいんですけれども、この、使っている技術ですね、グラフベースと C コンパイラーチェスというものがございます。で、これどういったものかというとですね、例えば、ターゲットのあるプログラムがあって、で、それをコントロールデータプログラムに落とし込むと。で、プロセッサーのモデルですね、この ASIC デザイナー向けのモデルのこの NML の構造を、ここも解析して、これインストラクションセットグラフというんですけれども、これはその例えばどういうオペランドを取ってどういう演算をして、どういうふうに出していくのかと、そういった流れですね、を出したものなんですけれども、これをですね、こういったものを作って、でそこをうまくこの例えばここの部分をここに割り当てるといった形で、こうマッチングさせることでですね、コンパイルをうまく行っていくというような、コンパイル技術になっています。でリスクファイブという観点でいうとですね、やはり拡張というのはコンパイラーの拡張も意味しておりまして、例えば、本当標準で言うと、8ビット、16ビット、32ビットというのが標準的なものになるんですけれども、ASIC デザイナーを使うとですね、例えばそのアプリケーションに特化させて24ビットとかですね、ちょっとイレギュラーなものも対応できるといったところがあります。そういったものも合わせて、対応できるといったのはこのグラフベース のコンパイラー技術となっております。はい、でちょっとここからですね、ASIC の少し機能的なところをご紹介させていただければと思います。はい、まず命令セットシミュレーターなんですけれども、この命令セットシミュレーターですね、こちらを核としてより高速にソフト開発を行っていただけるような命令精度のシミュレーターと、パフォーマンスの測定ですね、行っていただけるサイクル精度のシミュレーター、でそれを使ってですね、プロファイリングを行っているプロファイラーですとか、またその仮想プロトタイピングで、こちらちょっと後でまたちょっともう少しご説明させていただきたいと思うんですけれども、そのシステムレベルの性能検証を行っていただけるような環境というのに、ポーティングできる機能がございます。はい、でさらにですね、デバッカーという観点で言うと、この ASIC のデバッカーですね、これはそのハード、NML のコードを書いて、その中身のデバッグをしていくと、そこにテストパターンを流して、どういった動きをしているかといったことを確認できるような、ハード的なデバッカーですね、というものがあるというところと、さらにいわゆるソフト的なデバッカーという観点で、これいわゆる本当にプロセッサーの ID と同じなんですけれども、C ソースコードをコンパイルして、実際流してみて、データを確認すると、それはレジスタの中身を確認したりして、デバッグできるといったようなものがあります。はい、でこのC ソースデバッカーを使って、さらにプロファイリングですね、の機能があります。でこちらはですね、例えば、ある関数でどれぐらいその、相対的にサイクルを消費しているのかと、はたまたそのどこの命令でですね、サイクルを消費しているかといったら、ホットスポットですね、を解析して、それでそれによって、その最適化に役立てるといったものです。で例えばですね、ちょっと動き予測の一例なんですけれども、一般的なリスクのアーキテクチャでやると、非常にそのサイクルがかかっているようなものがあるんですけれども、これを特定して、ちょっとここに書いてあるようなですね、いくつかのアプリケーションに特化させた命令とかを追加することで、ここに書いてあるようなですね、非常にそのサイクル数をちょっと減らして、性能を向上させるといったことができるようになっています。こういったものを使っていえば性能の改善をしていくといったプロファイラーというのがあります。で、ハードウェア観点で言いますと、RTA のコード生成ですね、という機能がございます。で、かつこちらはですね、JTAG のタップポートも同時に生成できるので、こちらを使って、FPGA ボードに焼き込むことで、オンチップデバッグですね、JTAG のプローブを使ってオンチップデバッグができるといった機能がございます。さらにですね、先ほどちょっと申し上げたんですけれども、やはり生成者プロセッサーですね、この RTL に関しては、ロイヤリティフリーであるというところが、非常に大きな特徴となっています。はい、でこの ASIC なんですけれども、ちょっとソフトウェアハード協調設計という観点をちょっと見ていくとですね、例えばその一般的な開発スタイルですね、ハードを作って、ソフト開発して、
まあ、デモ開発して、まだその修正とかをしてというような、まあ、こういったあの、まあ、あのウォーターフォール的な流れになるかと思うんですけれども、これに対して ASIP を導入すると、まあ、どういったメリットがあるかというと、まあ、特にあの開発初期に、まあそのハード開発とソフト開発ですね、といったところをオーバーラップできると、ASIP デザイナー使うとですね、まあ、いきなりその、ソフト開発環境も出てくるので、まあ、そこからですね、まあ、オーバーラップさせて、処理ができるというのがございます。で、こちらですね、そのハード、ソフトを、まあ、こう混ぜて、やっていけるというところで、まあ、弊社コンパイラーインザループというふうに言ってるんですけども、まあ、コンパイラーを使って、そこから出てきた解析結果をまたさらにハードに、フィードバックして、まあ、そこを回していくと。いうことによって、まあ、よりソフト、ハードの最適化を、初期段階で進めていけるというのが、この ASIP デザイン導入による、設計手法のメリットとなっています。まあ、これによって全体的な、開発期間を短縮できるといったことがございます。で、この ASIP なんですけれども、現在ですね、かなりもうあの、まあ、長い期間、弊社の方で、開発を進めておるソリューションでございまして、まあ、現時点でも主要なですね、世界トップの半導体ベンダーさんまで方法を使っていただいているというところと、国内でもですね、システムメーカー様含めて非常に多くのお客様にご活用いただいているような状況でございます。はい、ここまでですね、ASIP デザインの概要に関してご紹介させていただきました。はい、ここからですね、まずこの ASIP というところの観点からちょっとリスク5ですね、というところによりフォーカスを当ててご紹介させお話しさせていただければと思います。はい、これ先ほどの図なんですけれども、これまあここの、まあ、ASIP デザインですね、特徴である NML を書いて、まあ、ここから、まあ、命令セットとかこういったも出てくると、まあ、リスク5に関してもリスク5の ISA に沿ってですね、プロセッサーをモデリングするとリスク5の、こういったシミュレーターですねからさらに RTM が出てくるというのがあります。でこういったですね、まあ、こういったある程度その抽象化されたレベルの言語を使って、まあ、開発するという観点でいうと、まあ、チズルですね、リスク5でチズルもあるかと思うんですけれども、まあ、どちらかというとチズルというのはコンフィギュレーションツール的なところも あってですね、かつその、まあ、オープンソースであるという点があるかと思います。まあ、そのサポートといった観点でいうと、まあ、ASIP デザイナーはですね、商用ツールというところがあるので、まあ、サポートも、まあ、弊社の方で責任を持って行えるといったところがあります。でもう一つですね、あのやはりお客様が言われるポイントとしては、この NML ですね、をちょっと書かなきゃいけないというところで、まあ、ちょっとそれがなかなか大変だというのがあのお話は伺うんですけれども、実はですね、ASIP デザインこ の中にリスク5のもう NML のソースコードというのが含まれていまして、まあ、これを実は使ってですね、あのすぐに開発をスタートすることが可能となっております。それがですね、まあ、ここにあのASIP デザインに含まれる、まあ、エグザンプルプロセッサーですね、をちょっと示してまして、ちょっとここに書いてあるのが、まあ、リスク5の、エグザンプルとなっています。で、これは本当にもうソースコードで、ASIP デザインに含まれているので、まあ、これを使ってですね、あのすぐにあのもう開発を始めていただくことが可能です。で、これはもちろんツールのライセンス費用のみなので、まあ、この、このソースコードですね、を使っていただくのに追加の費用とかはかからないという形になっています。ちょっとここ あのリスク5モデルですね、簡単にご紹介をさせてください。まあ、これであの比較的シンプルなあの、まあ、3段と5段ですね、のパイプラインと、まあ、32ビット、64ビットのデータパスのマイクロコントローラーとなっておりまして、まあ、命令としては 64IM、32IM ですね、これをベースに、まあ、拡張ですね、圧縮ですとか、まあ、ちょっとカスタムなんですけど、ゼロオーバーヘッドループとか含めた、あの拡張を含めたような、まあ、基本的にはストレートフォワードな、リスク5のマイクロコントローラーとなっております。で、さらにですね、最近あのちょっとアップデートしたのが、まあ、F クラスの命令ですね、不動小数点関係の命令をサポートしたようなモデルというのも、まあ、追加しているような形になっています。で、こちらですね、まあ、ソースコードがあるという話もしたんですけれども、まあ、ソースコードだけではなくてですね、内部にちゃんとあのこのまあ NML のモデリングマニュアルという形でですね、リスク5のこのプロセッサーがどういうふうに構築されているのかといったところをですね、しっかりあの記述したマニュアルというのがあるので、まあ、こういったのを見ていただくと、どういうふうにそのリスク5のプロセッサーですね、をまあ構築しているのかというところがよくわかるという形になっています。まあ、こういったものを活用することで、リスク5のプロセッサー開発ですね、というのをまあすぐに立ち上げていただけると
でさらにそこから、まあ、カスタム化することで、まあ、拡張することで、よりアプリケーションに特化させると、まあ、いったようなことができる形となっております。はい、まあ、ちょっとここまでですね、リスク5ということで焦点を当てて、リスク、エーシップデザイナーをご紹介させていただきました。はい、でここからですね、まあ、ちょっとこのツール連携、まあ、弊社はいろいろあのツールを用意しているんで、あのラインナップとしてあるんですけれども、まあ、デバッグ環境ですとか、まあ、システムレベル設計というちょっと観点において、まあ、エーシップデザイナーをどう連携していくのかというところを少し、ご紹介させていただければと思います。はい、まずですね、まあ、統合化デバッグ環境ということで、まあ、エーシップデザイナーの方でですね、まあ、この JTalk というのを使ってですね、まあ、オンチューブデバッグの機能がサポートされています。で、弊社ですね、あの、HAPS ですとか、これは FPGA ボードになるんですけども、ですとか、あとはさらに ZEV という、まあ、エミュレーターですね、こういったものと接続して、まあ、オンチューブデバッグをすぐできるような RTL を生成することが可能です。で、その中でですね、まあ、Verdi というあの弊社の RTL のその解析ツールですね、というのがあるんですけれども、そことの連携ができるようになってまして、でこれを使うとですね、例えばそのソフト実行してでその時の波形ですね、の解析波形の情報というのを、まあ、これ同期させながらあの表示させてですね、まあ、デバッグできるといったような機能がございます。でこれはあの、まあ、実行してですね、もうダンプした結果を 見ながらできるので、まあ、あのそう実行しながらやるようなものではないので、あの実は比較的あの高速にあの、まあ、動かしながらですね、同期させて、まあ、ハードとソフトのデバッグというのをできるといったソリューションがございます。まあ、ちょっとこういうのを使うことで、よりハードやデバッグですね、ソフトハードの協調デバッグというのがよりやりやすくなると、まあ、このですね、まあ、ベルにつなげるためのスクリプトですとか、そういったあたりもエーシップデザイナーの方で自動的に生成することが可能でございます。でもう一点ですね、あのやはり近年あのプロセッサーの設計をだけしていればいいという話ではなくて、まあ、やはりシステムレベルの設計ですね、よりバスですとか、まあ、さらには DDR ですね、含んだ、まあ、システムの、さらにその他の、コンポーネントも含んでですね、全体としての性能を見ていくといったようなことが、もうここ10年ぐらいだと思うんですけども、まあ、必要であろうということが言われているかと思います。で、こういったところに関して、あの弊社ですね、あのプラットフォームアーキテクトという、まあ、システムレベル あの、まあ、性能検証をするようなツールがあるんですけれども、まあ、こちらですね、こちらに関して、まあ、エーシップデザイナーの、この ISS をですね、そこに、まあ、システム上のラッパーをつけて、まあ、エクスポートすることで、まあ、この、まあ、プラットフォームアーキテクトにインスタンスしてですね、まあ、その中に、そこに組み込んで、システム全体の性能検証するようなことも、まあ、すぐにできるような、環境というのが整っております。はい、で、さらにこの、まあ、システムの検証だけではなくてですね、まあ、例えばその、まあ、システムレベルでの、ソフトウェアの設計ですとかデバッグですね、というところもサポートしておりまして、まあ、例えばですね、あの、まあ、この ASIP で作った、まあ、そのプロセッサー、RISC-V のコアですとか、まあ、あとはあの、まあ、これは例えばアクセラレーターみたいな位置づけにして、で、まあ、弊社の ARC のプロセッサーですね、これを、まあ、あの、まあ、ホスト的なプロセッサーの扱いにしたときに、まあ、この2つをが強調して、まあ、バスにつながって、まあ、ラムがあるようなモデルを構築するとですね、まあ、ここでの、まあ、強調したですね、システムレベルでの、まあ、ソフト開発環境を行うような、まあ、これバーチャライザーというものなんですけれども、いったものがありまして、ここもですね、あの弊社のそのエーシップデザイナーの ISS をエクスポートして、でさらにそこにデバッカーですね、をつなげてですね、協調デバッグ、同期デバッグするような機能というのをサポートしております。まあ、こういったのを使うことでですね、ドライバーの開発ですとか、いったものですね、まあ、特にここから、まあ、こちらのアクセレーターをキックして動かすときのですね、まあ、ソフト開発といったものが効率的に行えるような環境となっております。はい、以上ですね。あの、まあ、ちょっとシステムですが、まあ、ツール連携という観点に関して、ちょっとご紹介させていただきました。はい、以上発表をまとめたいと思います。今回ですね、あのリスク5という切り口において、ASIP デザイナーの方のご紹介させていただきました。あの、やはり、まあ、リスク5というところで言うと、よりアプリケーションを特化させると、そのより拡張をするということを使う、やることによって、まあ、PPA を改善していくというところですね。で、あの、まあ、ASIP デザイナーに関しては、リスク5のもう、マイクロコントローラーのソースコードが入っているので、まあ、それをもうベースにしてですね、すぐに立ち上げて、で、そこに拡張を加えてですね、独自のプロセッサーですね、作っていただけると
ということが可能となります。まあ、さらにはで、その ACIP データを使って、より、まあ、その他のツールと連携することで、ですね、まあ、システムレベルの設計といったものもですね、非常にやりやすい環境というのが整っております。はい、まあ、こういったものを活用することですね、まあ、ロイヤリティフリーかつ、製品の差別化ですをできるようなですね、リスク5ベースのプロセッサーの開発を、まあ、サポートできるような環境というのが、ACIP デザイナーとなっております。ぜひ、ね、ご興味ある方はもしお気軽にですね、こちらまで、ご連絡いただきますと幸いでございます。はい、以上ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。はい、友野さんもどうもありがとうございました。じゃあご質問をお願いいたします。会場からございませんでしょうか。ご遠慮なくどうぞ。スラックには来てないですね。じゃあ私から、はい、2つ聞きたいんですけど、まあ、リスク5の例っていうのも、はい、含まれてるっていう、なんかたくさんリストがあるステージがありましたけど、はい、ちょろっと見た範囲だと多分色が変わってるのはそうで2つかな、コア、はい、その上の方の、TRV 32と64っていうやつ、はい、まずコアとしてはこの2つっていうことですか、今含まれて。そうですね、今コアとしてはこの2つなんですけれども、ちょっとですねここには出てないんですけれども、実はこの、これらをベースとしてちょっとニューラルネットワークのモバイルネットとかですね、ちょっと処理できるようにしたような、まあ、モバイルネットって AI のモバイルネットの話でした。そうですね、そういった拡張したプロセッサーなんかも用意しております。まあ、ちょっと完全にリスク5の ISA コンプライアントってわけじゃないんですけども、ちょっと VLIW とかの拡張を入れて、まあ、リスク5の ISA をベースにして、そのより、AI 処理ですね、うん、に使えるようなエグザンプルなんかもご提供いたしております。それでリスク5って、まあ、もちろん基本命令、とあと、まあ、拡張の命令セットっていうのはたくさん提示されていますよね。はい、でこの右側の方にちょろっと書いてあるんですけど、そのシムドとかいうのは例えばリスファイブにもパクトシムドっていう命令、拡張命令セットが提示されてるんですけど、はい、それのことですか、あるいはまた別のもの。はい、それももちろん対応はできるんですけれども、ちょっとそこから超えてですね、いわゆる本当に DSP 的なシムドですね、といったところも実装は可能です。はい、それはリスク5の、まあ、今のお話ですけど、リスク5の範疇、つまりカスタム拡張命令としてできるという、そういう意味ですか。はい、カスタム拡張命令の範囲でももちろんできますし、まあ、多少ちょっとそこを超えてもできるという形ですね。わかりました。はい、もう一つの質問は、まあ、月並みなんですけど、はい、この命令セットシミュレーターのそのシミュレーション速度ってどれくらいですか。そうですね、まあ、ちょっとまあ、モデルに依存するところはあるんですけども、はいはい、まあ、例えば、そうですね、まあ、命令精度とかであれば数百ミップスとかですね、まあ、非常に高速に動きます。まあ、一応命令セットレベル、はい、だから、はい、タイミングはまあ一応なしだとして、そういえば、はい、数百、はいはい、ミップスとかで、はい、数百なんですか、ちょっとメガインストラクションパーセック、数百メガ、はい、はい、数百メガ、非常に命令精度であればもうかなり高速に動きますね。はい、もちろんどうしてもモデルがすごい複雑になってしまうと多少影響はあるんですけれども、まあ、例えばこのあれでマイクロコントローラーゲーくらいであればもう本当にかなり速いと思っていただいて問題ないです。でちなみに、まあ、その、まあ、パイプライン実装をした、はい、まあ、ほぼタイミングアキュレートなモデルだとどれくらいのスピードになるんですか。だとですね、数十ミップ、まあ、メガインストラクションパーセックとかそれぐらいになってきます。はい、100以下ぐらいと思っていただければ、うん、はい、
はい、まあ、100分の1とか、そうです、それぐらいそこは結構、差が出てきます、ね、感じですね。はい、それでも、まあ、比較的あのこういった小型のマイクロコントローラーであれば、全く気にならないレベルの配速とかと思います。あと今日の資料の中にはなかったんですけど、まあ、はい、あのもちろん詳しいところは無理なんですけど、はい、なんかこれぞというユーザー事例みたいなののコメントはございませんか。はい、そうですね、ありがとうございます、ご質問。はい、ですね、いくつかちょっと許可をいただいているのはありまして、お客様からいただいてるんですね。はい、まず一つ目としてはですね、NSITEX 様の方で、あの DFP というあのデータフロープロセッサーですね、社載用のフロープロセッサーをあの構築あの設計していただいているんですけれども、実はですね、これはリスク5ベースの設計になってまして、でそこにあのそのこのシミュレーターのモデルを作るときに、ASIC デザイナーを実は活用いただいたという事例がございます。まあ、これ一つの最近の事例と、はい、でもう一個ですね、ちょっとこれも許可いただいているんですけれども、理化学研究所様の方でですね、その分子動力学という、まあ、分子同士 の, その,、まあ、シミュあの力の作用のシミュレーションですね、するためのまあカスタムのプロセッサーを ASIC で設計していただきまして、実はこれもですね、あのリスク5ベースで構築していただいておりまして、まあ、非常にあの、まあ、一般的ないわゆる汎用プロセッサーと比べると、まあ、30倍ぐらい高速に、うん、構築ができたという事例がございます。はい、わかりました。あのこの前のページの、NT 何でしたっけ、NSITEX 様、ね、NSITEX 様、はい、まあ後でご講演もあるんですけども、はい、これもカスタムなんですね、リスク5と、あ、はい、リスク5ではないんですね、リスク5をベースにしてます。はい、ああそうなんですよ。はい、はい、わかりました。ではそろそろお時間なので、終わりにしたいと思います。ではどうも、ありがとうございました。ありがとうございました。